HKT48 の地頭上ねねです。写真集は私は自分にはもう関係ないことだと思ってたというか、一番最初にお話を決まりましたって言われる前に、あの雑誌の取材の方で写真集とかどうですかって聞かれた時に、自分なんかこの本当に現実味がないので、こう世間話の一つだと思ってて、お話いただいたらやってみたいですみたいな感じだったんですけど、そしたらもう1ヶ月後ぐらいには決まりましたって言われて、でもそれからはちゃんとこういう風に本になるまではあんまり実感してなかったです。なんか最初はピンとこなくて、でもその私が写真集を撮るにあたって、どういうテーマというかを考えた時に、一番はやっぱりその自分の思い出の地を巡るというか、なんか自分がこういう場所で育ってきたっていう、その自分が自分にゆかりのある場所を回りたいなって思ってたので、なんかもうその最初ピンときてないなって思ってたんですけど、まあ、そういう場所を選ぶ時点で、まあ私らしかったのかなって思いました。あんまりなくて、というのもその自分人生で準備してなかったっていうか、そういうことが起こると思ってなかったので、なんか何をしたらいいかもわからなくて、でもすっごい緊張してました。なんかそういうことが起こる想定で生きてこなかったので、なんかこうなんとなくあるじゃないですか、怪我した時は絆創膏貼るみたいな。なんかなった時に写真集を撮りますってなったら、何をしたらいいか分からなくて、何もしなかったというか何もできなかったですね。いや、最初はその、まあ、ありのままの自分を撮ってもらうって言っても、やっぱり今まで自分がやってきたグラビアの延長線っていう感じがあって、こう自分がポーズを取って撮ってもらうっていう、やっぱその意識がやっぱ根付いてるので、なんか写真集ってなって一冊分ってどんな風になるんだろうとかってちょっと不安があったんですけど、でも実際に撮影が始まってみたら、なんかもう素ですごい笑ってる私だったりとか、はしゃいで走ったりジャンプしたりしてる私だったりとか、何か食べてる私だったりとか、なんかこう撮影していくにつれて、あ、もう本当に自分が普段友達と接してるような感じでいいんだっていう風にこう気づき始めましたね。じゃあお気に入りのカットは、今までインタビューで言ってないとこでしょ。お気に入りのカットはここです。なんか水着とかダンジェリーとかっていうとこじゃないんですけど、こんなことグラビアでやらないじゃないですか。こう雑誌とかを撮っていただくときに、これって多分友達とかのスマホにふざけて撮った写真、友達とか自分の携帯のフォルダに入ってる、見返してあの時めっちゃ楽しそうだったなみたいな、こういうことしたなっていう時の写真だと思うんですよ。こういうのができるのって写真集ならではだなと思って、でこういうこのちょっと悪ふざけしてる自分みたいなのも、まあ、私らしさだなと思うので、ほんとこれもなんか持ってきたとかじゃなくて、このお店に置いてあったものを勝手に使ってて、なんか本当に旅行に行ったアルバムみたいな写真で、なんか好きです。
最初に撮ったのは私の名前、私の名前とタイトルが入ってる縦一面のやつなんですけど、この時はまだちょっと緊張した顔してます。ちょっと小さいんですけど、ゆくゆく見たら顔がまだ緊張してます。で、この時に、この一番最初の時が風が強くて、髪の毛とかももうこれ見たらオールバックになってたりとかして、もう私的にはその撮影って感じなんでどうしようってなってたんですけど、そのカメラマンさんとかスタッフの皆さんが、いやもうそれもそれで可愛いし、写真集はたくさん写真撮るからそういう一面があってもいいんだよっていうのがこう言ってくださって、あ、自然体ってそういうことかみたいなになった時だなって今思い出したら、その一瞬だと思います。そうですね、そう、本当そんな感じです。なんか、あ、写真集かみたいななりましたね。どちらかというと締めというかいや、っていうのは、あの、私の家にあるアルバムを見返した時に、多分同じところで撮ってる写真が何個もあって、あの時からここまで来れたよっていうものになってるんじゃないかなって思います。まあ、変わらない部分もあったり、変わってる、こう大人になった部分もあったりっていうの、まあ、家族しか見れないんですけど、こう私の中ではそんな感じだなって思います。自分に自信がついたなって思ってて、やっぱりその自分には関係のないすごい高い場所にある出来事だったので、写真集とかを撮ってるメンバーがいても、え、すごいって感じで、そっから自分もやりたいなっていうことまで考えつかないようなことだったので、なんていうか、それができるようになったっていうのもそうですし、写真集をできる、写真集が作れるメンバーっていうのは48グループの中でも限られてるメンバーしか多分出したことがないと思うので、そういうこともできるようになったんだっていうのをすごく感じました。いやどうなんですかね。でも確かに、まあ、言われて気づいたかもしれないです。やっぱもうどこが転換かわからないぐらい最近は卒業メンバーが増えていて、こう自分の中でグループに対する自分の立ち位置だったりとかっていうの、役割だったりとかっていうのを考える時期ではあったんですけど、まあ、そういうタイミングで確かにこう出せたっていうのは、まあ、また改めてこう自分を奮い立たせるというか、自分もう一回頑張らなきゃなって思えるものだと思います。好評だったらメキスいただいていいですか。いきます。私のチャームポイントは唇です。皆さんたくさん見てください。ジトーエネネファースト写真集彼女の名前、皆さんぜひ手に取ってみてください。よろしくお願いします。